です。2日目の朝8時半です。もうちょっと早く起きようと思ったけど、すっかり YouTube 見て寝落ちしたんで、ちょっとこの時間です。で今からニース城に行って、その、ね、コートダジュールか、なんかビーチのこういう景色を見に行きます。でも今日もあいにくの雨です。半袖半ズボンは寒いです今日は。あれ今日の海は寒かろうね。いや多分もう手前までやろう。今日の海は寒かろうてな感じで、あと10分ぐらいで歩いてニース城着きました。行ってきます。また階段やモナコと一緒で景色を見るためには階段を登らなあかん。こうやって映しとったらどんどんこう映ってしまうな景色が。足が弱い。マナカマナカ着いた。大丈夫着いた。おおおすげえ。どうぞ。海がめっちゃ綺麗。透き通ってるわ。ニース城から降りて、今ニースの旧市街に来てます。で、旧市街には朝市がやってるんで、ちょっと朝市覗きながら行こうかなって思います。お腹も空いたし、コーヒー飲みたいし、お土産屋さんもあるみたいな。すごいスパイスが。端から端までスパイス。こっちには食べ物系が多いですね。ここから先はデザートとかフルーツとかの直売りかな。やっぱ全体的に気持ち高いかな。アーティーチョーク、日本ではアーティーチョークあんまり見かけることないんでね、スーパーで。おお。おお。Excuse me. Bonjour. どっか行くんかい。アンピスタチオ、アンスタンプ。ソフトボス。おお、チーズ。おお。ソーセージもうまいんよね。日本と違って。すげえ。オリーブだけでこんな種類ある。すごいね。海に到着しましょう。旧市街を経て、そして天気も晴れてきました。ここではビーチバレーしてます。お姉さんが。こんにちは。おお。いやめっちゃ綺麗やな。もうちょっと暑かったらもうちょっと入っとうかもしれんけど、今日は足元だけで十分。はい、ということで戻ってきました。何するんか、またそういうトランジションを作る海の、この家ともそろそろお別れ。あと11時半チェックアウトにしたんで、あと10分ぐらいでお別れです。で、どこ行こうかな。一回カフェで休憩する。今からチェックアウトしてニース帰ります。人生山あり山あり。
まだこんな坂伸ばされて。今からチケット買います。学生ビザが使えるのか。無事学生ビザが使えて、またまたタダで入れちゃいました。してる人はもうどこに行くときでもダメ元で学生ビザ使えるか聞いてみてください。ありがとう。受講証明書、学校から発行されるやつと、ちょっと学生証とか持って、そしたら多分行けるとこ多いと思うんで。通りはレストラン街ですね。で、今から僕たちは海の見えるテラス席のあるとこに行こうかなと思います。フランス人の人から教えてもらいました。おー、超でかいマカロン。うおほほうおほここはちょうど今日の朝来たとこね、朝一番のところ。ちょうどパフォーマンスやってた。ジャンプ力がアホや、えぐい。リースに来たからにはこれを食べないとね。リースに来たのか。今からここで腹ごしらえして、そっからさっき言ってたテラスのあるバーに行こうと思います。ではいただきます。いやー、シャレオツなども行きましたね。もう朝と比べて天気もバチバチ海鮮やって、今入ったら海に入ったら気持ちいいやろなって感じです。残念ながらもう時間ないので入れません。あとは眠いな。これをちょっと飲んでバスの時間まで待ちたいと思います。乾杯。チンチン。さあ駅に着いたということで、ようやくまあ2日しかおらんかったけど、リオンに帰りますか。なんかもうちょっと降りたかったな。ニースはもう1日降りたかったな。モナコは1日でまあいいかな。お金があったら多分楽しい。モナコはニースはもう1日おって、まあ、もうちょっと海で楽しんでみたいなしたかったなって感じですね。まあこれから5時20分ぐらいの電車乗って、10時にリオン着くぐらいで帰ります。では次はどこに行くのやら。 See you。